はい、こんにちは。今日は類表非能種、いわゆる分類と病理組織学的に似ているけれども実は違うという疾患について見ていきます。まず最初に類表非能種のおさらいを少しして、その後鑑別が必要な疾患について見ていきます。類表非能種とは、我が国では通常、分瘤ないしはアテロームと呼ばれていたり、欧米ではセベシャスシストと呼ばれることがありますが、これらはいずれも名前としては本質を表していないので、ふさわしくないと考えられます。組織学的には、表皮のような上皮、しかし表皮量を欠く上皮が壁となっている能種です。中に角化物を入れています。良性の脳腫ですが、稀にここから有棘細胞がんが生じることがあります。発生機序としては、破壊された毛包の漏斗部に由来するものが多いと考えられますが、これ以外にも外傷後に生じたり、HPV 感染によって生じたりするものもあります。若年に生じた場合は、ガードナー症候群の症状として生じている可能性も考える必要があります。これは通常の類表皮脳腫ですけれども、脳腫の壁は表皮と同じように基底層、有棘層、顆粒層からなり、脳腫の内容にはバスケットウィーブ状の層状の角質層が見られます。こちらは10代男児の指に生じた脳腫です。これはその脳腫の上の部分の拡大写真ですけれども、指の表皮の角質層と同じようなコンパクトな角質層を中に入れた脳腫であることが分かります。次にこの脳腫の下の部分を拡大して示します。すると、脳腫の中のコンパクトな角質の中に小さな空包が多数見られることが分かります。ここである疾患を疑って、さらに拡大を上げると、脳腫壁の上皮の中に好酸性の封入体が見られることが分かります。細胞質内に好酸性のホモジーニアスな封入体が一つずつ含まれています。この矢印で示す部分が細胞質内の封入体ですが、それは角層の中ではやや明るくなっていますが、まだ観察されます。これが本当に抜けてしまったものが小さな空包状に見えていたというわけです。この特徴的な病理組織像から、これは HPV、 特に HPV の57もしくは60の感染が考えられる類表皮脳腫ということが分かります。次は10代の男児の眉のところに生じた脳腫です。脳腫壁の一部が破壊されています。そして壁の一部から視線が生じていることが分かります。また、壁が破壊された部分では異物反応が見られます。そして、この異物反応のところを拡大してみると、何に対して異物反応が起きているのかということが分かります。はい、こちらの矢印で示すように、多数の難毛に対して異物反応が生じています。はい、ということで、一見表皮脳腫、類表皮の様子に見えますけれども、診断はデルモイドシスト、皮様脳腫です。本症は出生時から存在し、後発部位は眉のところ、頭部です。普通の類表皮脳腫よりもちょっと深い部位に生じることが特徴的です。その壁には表皮様の上皮に加え、毛包や視線などの付属器を含むという特徴があります。次は成人女性の背部の腫瘤です。この丸で示した部分を拡大しますと、内容物は層状の角化物で、脳腫壁は顆粒層を持った表皮様の上皮であることが分かります。一見類表皮の脳腫のように見えます。しかし、先ほどの部分以外の部分は、
この丸で囲ったところの拡大図のように違うタイプの角化を示します。細胞質が扁平化することなく顆粒層を経ずに角化するトリキレン丸角化です。ということで本症はトリキレン丸シストパイラルシストです。本症は頭部に後発するシストで外毛根症性角化を示すのが特徴です。本症のこの症例のように一部に表皮用の角化を示す場合はハイブリッドシストと呼んでもいいかもしれませんけれども、この脳腫の大部分がトリキレン丸角化、外毛根症性角化を示すので、診断としてはトリキレン丸シストというのがふさわしいと考えます。次の症例は成人男性の胸部の脳腫です。これも表皮脳腫のように見えますけれども、よく見てみると脳腫の壁には視線が付着していますし、この矢印で示す部分ですね、それと、丸で示すところに見られるように鋸歯状の、濃いピンクの、クチクラのような構造が内腔面を覆っています。以上のような所見から診断はステアトシストーマ視線脳腫となります。脳腫壁に視線が付着していること、また脳腫の内腔面が鋸歯状の薄い角化層で覆われているということが特徴です。こちらは本症の別の症例ですけれども、はっきりとした視線が壁に付着していますけれども、その部分の角化の様式が顆粒層を経て角化する表皮用の角化であったため、ちょっと診断に迷いましたけれども、大部分が鋸歯状の一層の薄い角化層でしたのでステアトシストーマと診断しました。この症例では壁の一部分が顆粒層を経てしてますし、角質層が数層重なっていて表皮用の角化でしたけれども、大部分の壁はステアトシストーマの特徴を有するギザギザの薄い一層の濃いピンクの角質層で覆われていましたのでステアトシストーマと診断しました。表皮用の脳腫に視線が付着する疾患としてポリクロセベーシャスシスティックハマルトーマという疾患もあります。これは毛包視線形への分化を示す加護腫で顔面頭部に後発します。次は成人女性の頸部に生じた脳腫です。一見類表皮脳腫のように見えますけれども、拡大していきますと脳腫の内容には通常の角化物とは異なるものが含まれていることがわかります。はい、この矢印で示すように軟毛ビーラスヘアが多数含まれています。このことから本症はビーラスヘアシストと診断しました。これは表皮用の角化を示す壁を持ちますが、内部に多数の軟毛と層状の角化物を含むということが特徴です。次は10代女児の頸部の腫瘤です。病変の上部のところを見ると一見表皮用の上皮壁を持っているように見えますが、下の方の青く見えるところを拡大しますとこのように毛母細胞用の細胞からなりトリコヒアリン顆粒が右側の方に赤く見えますし、左の方では陰影細胞シャドウセルに移行していることも分かります。ということで一部表皮脳腫瘍類表皮脳腫瘍構造が見られましたけれども、腫瘍の大部分がパイロマトリコーマであったということからパイロマトリコーマ毛母腫と診断した症例です。
次は成人女性の頸部の結節です。体表に開口した表皮の腫瘍の構造が見られます。体表面に近いところです。毛包漏斗部様の構造を示しています。ここだけ見ると類表皮の腫に見えてしまいます。しかし脳腫瘍構造の下の方に行きますと、壁が飛行しています。不規則に飛行した上皮の中に異常角化も見られます。この矢印で示した部分はある疾患で見られるディスケラトーティックセルによく似ています。はい、ダリエ病で見られるコルローン様の異常角化細胞です。またより内腔に近いところはこの矢印で示しますように、やはりダリエ病で見られる異常角化細胞グレインに似ている下流が見られます。以上のことからこの症例をウォーティーディスケラトーマと診断しました。本症は頭頸部に後発する良性の腫瘍で、表皮が真皮側にカップ状に増殖します。中に角質塊を入れますが、壁にはダリエ病で見られるようなディスケラトーティックセルが見られるのが特徴です。最後の症例です。高齢男性の耳前部に生じた腫瘤です。白い四角で囲った部分を次に拡大して示します。この部分では表皮用の角化を示していますので、類表皮脳腫と診断がついてしまいそうですが、病変の上の部分、こちらの四角で囲った部分を拡大してみますと、壁が不規則に間質の中に向かって浸潤性に増殖し、細胞も異形性が強く有極細胞がんの所見です。以上のことから本症を表皮脳腫から生じた有極細胞がんと診断しました。表皮脳腫から有極細胞がんが生じるのは高齢者の日光ラロブの場合や、臀部に生じた巨大な類表皮脳腫から生じることが多いので注意が必要とされています。はい、いかがでしたか。今日の動画が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。今日もご視聴ありがとうございました。